この普通のこれで撮ってるんですか。これこういうやつ。何してるの。ネクタイ取りに帰らせろってタブちゃん言ってる。勘弁してください。あ、何も言ってません。制服の話題になったら、これも言われるから、やばいなって、こじるんですよ。で、最初、捨てた、今、ながらじゃないですか。捨てた、見てから始めましょうか。で、一回、ここにこう並ぶ時間作るんですよ。で、これはこれでいいんですけど、ちょっと並んで、これが一歩も一緒であるというか。いいですね、これは。バカじゃねえよ、こいつ。呆れた。そんな言い方ないじゃん。俺だってマジで倒れかけたんだ。誰のせいだと思ってんの。誰のせいだって言いたいの。決まってんじゃん。で、どうする気、文化祭は。マジでない。逃げてるだけだろ。そんな言ったら俺だって怖えよ。基本負け戦だし。けど引き下がるわけいかねえじゃん。惚れちゃったもん。ご覧ください。高さがあるんですけど、あんま気にしない。じゃあ、そこは寝てるって言ってすいません。はい。この二人のアクションの、その、まあ、っていうか、うん、あ、恋をするのは女子だけじゃない。目の前の小早川さんはドキドキして。もう心臓の音が聞こえないように気をつけて。もう構うな私に。無理。行きたいんでしょ東京。まだ決めてないから。俺もマジな恋したくなったわ。笑って悩んでいつだってみんながいた。でも俺たちだって恋をする。虹色デイズ。もう好きで好きでたまりません。